天海流しゃがるまがらを簡単にほふる方法。マップ暗すぎ。グレイソーダガルクに乗り、鬼人役グレートを決めながら走り、眠りかすガエルと泥玉転がしをしとく。ここのカエルは毎回ランダムです。カエルなら何でも良いです。サブキャンプに移動。サブキャンプを出たとこすぐのこじんまりとした塔の上のお肉靴しとく。マップ6の眠りかすガエルしとく。強化ノートとまたたびを決めてから泥玉を投げます。大のけぞりからの大のしかかりが来たら、それを意思火星新玉切りで腕破壊。転倒したところに小太郎新玉切り。再度大のけぞりからの大のしかかりが来たら、それを意思火星新玉切り。総流状態になるので、総流状態になったところに小太郎新玉切り。2段階目の頭部破壊で転倒するので、そこに小太郎新玉切り。起き上がったら速攻お肉靴で首根っこをグッてとっ捕まえて、そのまま壁にドーン。倒れたところに小太郎新玉切り。2段階目のイカレジの方向が来たら、すぐさま足元に走り込み、眠りガスガエル設置。シャガルマガラは2段階目のイカレジに空を飛んで強烈な方向をしてきます。眠ったところに小太郎新玉切り。ここで怒り解除のダウンになったので、そこに小太郎新玉切り。しばらくすると再度2段階目の怒り方向が来るので、足元に眠りガスガエルを設置し、眠ったところに小太郎新玉切り。怒り解除のダウンに小太郎新玉切り。先行玉でマップ移動されないように牽制しつつ、とどめを刺しましょう。海流しゃがるまがら対策。しゃがるまがらはでかい割に動きが素早く、なおかつ俊敏で大きく動きます。先に攻撃を仕掛けると、うまいことすかされたりカウンターをもらいます。しゃがるの行動パターンとして、一瞬でハンターの真後ろを取ってくる行動も多いです。ですので基本戦法は相手の攻撃を待つです。カウンターしやすい攻撃が来たら、それを意思火星で取ります。大のけぞりからの大のしかかりは見やすいです。しゃがるまがらは2段階の怒り状態があります。飛び上がってから翼をバサッとし、黒い波動の方向をしてきたら2段階目です。2段階目の怒り時は、頭部に大体4000から5000ダメでダウンが取れます。そなたの武器が体現であるなら、睡眠状態の時に翔太郎新玉切りで一発ダウンです。前足より内側にいればほぼ攻撃をもらえませんが、ここにいると反撃しづらく、あまりダメージを稼げないので、慣れてきたらシャガルの眼前に立ち向かいましょう。片腕前払いは見やすいので意思加勢しがちですが、高確率でその後すぐに他の攻撃に派生します。ここはグッと我慢我慢我慢グッと我慢。シャガルと戦っていると、恐竜ショーゲージが気になるかと思いますが、克服しても感染してもそこまで大差ないので、これは気にしなくていいです。戦闘前の準備、準備は大事。まずベースキャンプを出てすぐのところにある草むらの中に、毎回ランダムでガスガエルが隠れていますので、これを入手。たまに留守の時もあります。加えてすぐその目の前にいる泥玉転がしも忘れずに。続いてサブキャンプから出て、右手にあるこじんまりとした塔の上にいるお肉靴を入手。シャガルは高確率でマップの9番でのっそのっそしていますので、その道中のマップ6番の隅っこにいる眠りガスガエルも忘れずに捕まえましょう。これで準備は万端。シャガルマガラ出てこいや。